はい、今日は土曜日、5月29日1時31分。ちょっとね、昼間来たんですけど、なんかこういうさ、なんでこんなさ、いや俺もさ、広げとまではさ言わないけどさ、捨てんのがちょっとさ、本当に。はい、じゃあ改めまして、ドキドキトゥルチャンネルです。まあさっきのね、ゴミもね、釣り人じゃないかもしれないし、ね、でも、まあ、拾えとまでは俺もさ、そんなさ、できた人間じゃないから、あれだけど、せめて捨てんのはな。匂い、すれ。機動力最高の軽トラで来てるんで、もしダメでも移動しよう。戦後でもいいから回ってきてくれりゃいいね。よし、止め。9時半になりますけど、なんか人はいっぱいなんですけど、全然釣れてる気配がない。俺が粘るのが足りねえんだろうな。なんかさ、ダメ、もっと気配がないと粘る気にもならねえよ。というわけで、日の前レッツゴー。ちょっとあっちこっちロールしています。まずだけボイルは見たけどな、なんかちょっとファミリーキャンプ場っぽいとこだったからやめとくか。うろちょろしながら最強の軽トラ。軽トラ無敵だぜ。コンパクト5000なの？ほぼ変わんねえじゃん。おお。おお、最高だよ。最高やん。かっこいいね、ステラ。テンション上がるわ。今日は利根川来ました。6月、今日から6月です。火曜日、6月1日の今3時かな、もうすぐ。下が上がってくることを期待するか。いや、参った、すごいね。どのくらいズボっていくんだろう。大丈夫だ、硬い。すげえね、1メートル以上引いてんじゃん。いや、と思う。これはこれで面白いね。なんか千葉県見て、千葉県のあのなんとなんとか引き方とかね、こんなんでしょ。面白い。重心に近づけるね。あ、気をつけて。ちょっと戻れなくなったら大変だから、水位見ながらやっていこうか。木から向こうが深いんじゃない、これ。多分違う。あれ、こんなことねえや。発生は木の杭みたいな。あ、ちょっと幼虫だね、これ。寝上がるわ。ずーっとついてるね、これ、ラインが。これ、潮が上がってくれば魚も動くと思うから、
水とともに風ですね。でも心地よいぐらい、そんなにやりづらいほどじゃないですね。どうなのかな、心配じゃねえのかね。いたね、ちっちゃいけどシーバスがそこのブレークのとこにいた。あらバラシかよ、これはちょっと可能性あるぞ。そこがブレークラインなんだ、色が変わってるところ。おカニだ、脱皮したカニの体。甲殻類もベイトなんだね。ねえ、ちっちゃいけどこれは取るよ。これだぜ。うーしゃ、成立です。いた、そこのブレークに入ってました。よかった、これでなんとか追加狙えるだろう。このサイズならいっぱい。発生は高いですね、これ。大下げですけど、すごい下げてるけど、これ食場なんでしょ、ここ多分。この浅場にベイトが入ってきてるのを食ってる感じかな。いやー、久々の魚、生後でも全然嬉しいっす。干潮でこそ楽しめるね、こういうエリア。いいなー、だってこれアゲンいっぱいだったらあそこまで水くんでも俺水没するもんね。今だから楽しめるって感じですね。いやー面白い、楽しいわー。利根川こんなにサイズですけど追加です。よし、ワームのカラー変えてすぐドンと食ってきました。はい、ちっちゃいな、20センチ20くらいですか。でも楽しい、狙ってますね完全に。そこのブレークで、じゃあ頑張りましょう。追加バイバイ。ちょうどこの水深膝下膝ぐらいのところで、やっぱこの 11g の VGX の桃の MVS16LT 重さちょうどいいんですよね。これがこのシャロー体ではやっぱり効くんですよ、ふわーっとして。あとはサイズが出ればいいんだけどな。おっしゃ、同じサイズですけどね、言ったでしょ、かすれちゃったかこれ。あ、取れた。ちょっとすれ回っちゃいましたね。多分今の40アップぐらいあったかも。ついてますよ、そこに。そこの、いやいいよ、白効いてる、白ワーム。こんなとこで、おお、結構食ってきたね。こんなとこで70アップとか釣れちゃったら、70、80しちゃったら最高っすよ。バン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 ってめちゃくちゃやらやらして浅いから面白いでしょ。いやたまんないっすよ。利根川ってそういう川だから、ね、ポテンシャル半端ないんで。
この辺は久々に来たんですけど、だいぶベイトフィッシュが成長しましたね。ご覧の金魚がさっき見てる限りでは5センチ近いのもいるんで、まあ、だいぶ成長しましたね。渓流みたいな釣り方しちゃった。よし、3匹目。ちっちゃいですけどね。やっぱりさっきそこでハクをパッパーって逃げて追っかけ回してたのはこの子ですね。サイズは相変わらずなんですが、しっかり食ってくれたんでよかったっすよ。3匹目です。ゴープロビデオスタート。よし、今日一番です。いやー、40アップぐらいでしょう。あら、いいね。ダメだ。さっきカモ入れが下手だな。よし、サイドアップ。ふう、カモ入れが下手くそすぎる。やっと入ってきた。このサイズがね、欲しかったんですよ。ハクについてたのかな。なんかハクが打った瞬間ハクがすごい跳ねたんで、いやー、よかった。じゃじゃん。40ちょいだね。十分でしょう。やっとこのサイズが出ました。はい、4匹目ゲッチュ、ありがとう。ふぅ、やっぱり40ぐらいになると楽しいな。うん、太ってましたね、丸々と。この先はブレークになってるんですけど、そこのブレークの流れ、風と流れが起こって、上げの流れでところどころでハクがなんか群れがあるんですよね。でちょっとその群れがファーって逃げたりとかするんですけど、それにさっきみたいにサイズはともかくシーバスがついてる感じです。うまいことワームが近く通ればガツンと食ってきてる感じですね。コウメ70ローリングベイト投げてんですけども、今のところワームしか反応はないです。ちっちゃいけど潮目の中でかわいいサイズ。はい、5キャッチ目。クンとサイズダウンしちゃったけども、やったぜ。冬の中川河口で風釣りを楽しんだ時以来かな、こんなに釣れてるのは。いやー、やっぱりこのサイズが小さくても釣れると楽しいもんですよね。でかいの一匹ボーンっつうのもいいけど、シーバス釣りってこういうボコボコした釣りのが楽しいかもしれないな。俺すごい癒されますね。最高。
ドキドキ釣りチャンネル。オープンビデオスタート。しゃあ、ちっちゃいけど。おい、ちっちゃい。最小かな。でも食ってくるよ。潮目に入ってるの。GoPro ビデオスタート。よし、またこれは完全にマイクロベイトパターンだよ。40アップ。針が小さいからあんま無理はできないな。よし、おうわ、40どころじゃなかった。でかかった。そこそこあったじゃんね。50。はー、最後の最後にかましたよ。無理しちゃったね。マイクロベイト。いやー、そんなにでかいと思わなかったぞ。うっそー、マジ。やっと、もう参ったな今の。今日一じゃん。楽しい。でもはー、もう食わねえか。こいつですよ。今日一番のサイズっぽかったのを出したのは。ダメー、また食ってよ。頼むよ。50から60ぐらい割っただろうな、あれ。遠くで跳ねた時はそんなに大きくないと思ったんですけどね。手前そこらでなんかやけに走って、あれと思ったらやべえ、意外とできやみたいな感じでした。こんなちっちゃい針でデベの取れんのかな、これ。お、カニさんだ。お疲れ様でした。今日は、利根川ウェディングってことで大変楽しめたと思います。でもハクがどんどんもう朝場にこれ逃げてきてますね、今ね。ほら、ずっと帰ってきてるんで、今潮目に、潮目も寄ってきて、でもうだいぶ水深もこう手前で自分の膝ぐらいあるんで、もうシーバスも全然入ってくるでしょう。まあ楽しいと思いますけど、また今度チャレンジしたいと思います、ナイトゲームは。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。